歩く南部丘陵公園編。歩いたら見つかる新しい四日市、いつもの今日に歩くをプラス。歩くことによってストレス解消、体力の向上などなど健康に嬉しい効果が盛りだくさん。歩くときには体調と安全を十分に気をつけましょう。歩く前後には軽い体操やストレッチを忘れずに。今回は南部丘陵公園を歩いてみましょう。南部丘陵公園は自然の中を歩いたり、小動物園で動物を見たり、さまざまな楽しみ方ができる公園です。園内には17箇所に歩くの路面標示があります。路面標示を見つけながら歩いてみるのもおすすめの歩き方です。南部丘陵公園は北と南でエリアが分かれています。まずは北ゾーンから歩いてみましょう。北ゾーンでは豊かな自然を全身で感じながら歩くことができます。展望の小山を登ると伊勢湾や知多半島の景色を一望することができます。風を気持ちよく感じながら景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。バラ園には100品種500株のバラが植えられています。5月と6月、10月と11月が見ごろで、美しい花や香りが楽しめます。日永梅林には2400本の梅の木が植えられています。毎年2月から3月頃に白やピンクの梅が咲き誇り、春の訪れを感じることができます。仲間と運動がしたいという人は、毎週水曜日朝10時から健康づくりを目的とした公園素敵の会が開催されているので、参加してみてはいかがでしょうか。次に南ゾーンを歩いてみましょう。南ゾーンは自然豊かな北ゾーンに比べ、芝生の多い開放的な空間になっています。綺麗に整備された道を気持ちよく歩きましょう。小動物園ではヤギや羊などさまざまな動物に出会えます。動物たちはいつまでも見ていられるほどの可愛さで心が癒されます。南部丘陵公園へは四日市あすなろう鉄道に乗っていくのもおすすめです。四日市あすなろう鉄道はナローゲージと呼ばれるとても狭い線路幅 762mm の珍しい鉄道です。運が良ければ床面が透明化された特別仕様のシースルー列車に乗れるかも。西日野駅から南部丘陵公園までは徒歩およそ15分です。四日市にはまだまだ魅力がたくさん。あなたも歩いて新しい四日市を見つけませんか？詳しくは歩く四日市で検索。